この番組はヨーロッパが認めたブランドオペリ、パチンコパーラー ABC、 矢崎創業、羽衣フーズ、大道ドリンクと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。いつもですと野球ファンでいっぱいになるこの東京ドームですが、今日ばかりはこの舞台はサッカーの世界の一流の技を見るその舞台に変わっております。皆様こんにちは。あのセリエ A が日本に上陸いたしました。世界最高峰のプロリーグと言われていますけれども、あの AC ミランがこの東京ドームでの雄姿を見せてくれるということで、今日は清水エスパルスの対戦であります。解説の方はおなじみ元日本代表の尾崎和夫さん、そして、イタリア、それから、ヨーロッパ全体のサッカーに大変お詳しくていらっしゃいます小谷泰介さん、お二人をお招きして、お伝えしていこうと思うんですが、尾崎さん、はい、もう本当に私なんかね、胸がワクワクしちゃってるんですけどね。セリアのミランはですね、世界の強豪ですね。トップクラスのチームです。はい、どんなところをね見ていったら面白いんでしょうかね。一つは守備の組織力ですね。非常にいい守備、緻密なサッカーをします。それからそこからの攻撃、効果的な攻撃は見ものですね。そうするとなかなかエスパルスもそのディフェンス陣を破っていくのは大変そうですね。AC ミランの守備を破るのは大変ですね。点を取れるかといったところじゃないですかね。なるほどね。さあ小谷さんはどんなところをご覧になりますか。私はですね、移籍組のですね、はい、パオロ・フットレ、この選手はポルトガルのですね、代表で、すごいウィンガーなんですけども、彼がこのシーズン終わって移籍してきまして、レジアナからですか、はい、彼がどのようなプレーを見せるのか、あとレンティーニなんかも非常に楽しみですけども、今日はね、前の方に入ってますけども、 そうですね、はい、その2人の攻撃に注目したいのと、あと尾崎さんが言ったように、うん、エスパルスの選手が1点取れるかどうか、うん、これはやっぱりぜひね、見てみたいと思うんですけど、そうですね、はい、対するエスパルスの方はですね、非常にもうリーグが、ね、近いということで、はい、かなり本番体制で来ていると思うんですけども、うん、エスパルスの方 その点を取るポイントって言ったら、これは何になりますかね。やはりその最終調整してですね、チーム全体のコンディションですね。やはりその一体となって点を取りに行く、攻撃も守備も一つになって戦うと、その中から点を取るそのプレーですね、どういうような可能性プレーを引き出せるかといったところがポイントじゃないですかね。なるほどね。それから清水エスパルスに移籍が決まりましたマスターロが小谷さん、はい、ね、残念ながら怪我で、ね、出てこれないんですけども、今回はね、はい、彼がこのエスパルスを見てね、このチームならと思ってくれるようなプレーをに期待したいんですけどね。そうですね、はい、いずれにしてもどんな展開になりますか。今小谷さんおっしゃったように1点エスパルスが取れるのかどうか、応援をしながら私たちも90分大いに楽しみたいと思います。今日は解説よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。両チームの選手が今この東京ドームの特設ピッチの上に散りました。そしてコイントスが行われているところです。画面にも映っておりますが、今日はもうそうですね、1階席はほぼ超満員に膨れ上がっております。おそらく3万人近い観衆が詰めかけているものと思われますが、まだ続々とお客さんが入ってきております。こちらはエスパルスの応援席、相変わらずの応援というところなんですが、まもなくキックオフを迎えようとしております。両チームのそれではスターティングイレブンを早速ご紹介したいと思います。まずは迎え撃つエスパルスの方からです。ゴールキーパー1番の真田です。ディフェンス陣2番の内藤、そして大江の木がセンターを組みます。3番の山田と長橋が入っております。左サイド、右サイドが長橋です。ミッドフィルダー5番の三浦、吉田、トニーニョです。もう1人10番の田島が左サイド、2トップの一角は9番の長谷川キャプテン、そして11番のジアス。さて一方の AC ミランですが、ゴールキーパーがイェルコ1番です。32歳のベテラン。ディフェンス陣2番のパヌッチ、3番のナーバ、そしてガーリ、キャプテンご存知 バレージです。ミッドフィルダーアルベルティーニ、デサイ、この人はフランス代表です。そしてエラーニオ、フォワードが3人の登録ですが、おそらく形としては2トップのような形になると思います。ディカーニオ、フットレ、レンティーニ。フットレという選手は先頃この AC ミランに移籍したばかりの選手で、かなり注目する選手だと聞いております。今キックオフされました。左から右に
オレンジのユニフォームエスパルス、いきなりオフサイド。一人田島が大きく前線に飛び出しておりました。さあ試合が始まりましたが、まあいろんな見どころが多分この90分の中に詰め込まれるものだと思いますけれども、まあ尾崎さん、はい、なんか私も緊張まだしてるんですけどね、とりあえずは尾崎さんはまあフォワードのお立場ですけれども、やはり AC ミランのこの厚い壁を破ろうというそのフォワードの立場からするとなかなかこう興味深いものがあるじゃないでしょうか。J リーグ再開を1週間後に控えてですね、清水エスパルスがどのぐらいの調子で、まあ、この試合に臨んでいるかと、いうことが一つですね。そうですね、やはりその AC ミランの守備力、今ジアスです、ジアスですね、センタリングを上げます。コーナーをどうやら取ったようです。1回目のコーナーをエスパルスが取りました。ここは大事にしてもらいたいところですが、さあそれでは、はいどうぞ。 AC ミランの方がですね、昨日来日ということなんですけども、そうですね、中国で2試合やってきてますね。そうですね、この関係で時差はほとんどないんじゃないかな。そうですね、言っていいと思うんですよね。はい、さあ山田が前線にフィード、いきなりゴール前内藤が詰めています。先ほどコーナーが行われましたので内藤も詰めています。追いかけている大江の木、デサイですね。デサイですね。デサイはフランス代表、もうこのAC ミランにあってはなくてはならない存在です。まあ、今日の、まあ、メンバーこう布陣を見ますとかなりこう普段戦っているメンバーとちょっとこう変わってきてますが、そこはやはりその層の厚さというものはあるわけですからね。まあ、AC ミランはヨーロッパでもまた世界でも本当に有名なですね、強豪クラブですから、はい、まあ、そのチームが日本に来てですね、はい、エスパルスに対戦するということは本当に素晴らしいことですね。そうですよね。まあ、宮本監督の言葉でも、さあ2本目のコーナーです。エスパルスが選手権を上げれば非常にこう盛り上がってくる。さあどうだ、シュート決まった。エスパルスが先制しました。トニーの右足炸裂、1対0エスパルス選手権です。わずか立ち上がり2分です。やりました、トニーのコーナーから、コーナーキックからですね、はい、ここでクリアするんですけども、そうですね、このボールをですね、ダイレクトで中に送りましたね。これ三浦ですね、はいはい、ここはもうオフサイドとかありませんでしたね。まあ、AC ミランの守備陣はですね、オフサイドのアピールですけども、さっと今上がりましたね、はい、オフサイドじゃなかったみたいですね。そうですね、非常に微妙なタイミングでした、はい、このあたりが言ってみれば AC ミランの真骨頂なんですが、渡辺さん、はい、小谷ですけれども、ちょうど私今隣にカペロ監督がですね、はい、その守備ラインの位置にいまして、指を3本立てて3人オフサイドで、そうですというアピールをしてますけど、そういう3ですか。しかしまだ顔は余裕の面持ちですね。そうですか、はい、まあ、1対0とエスパルスが幸先よく1点を挙げたんですけれども、こちらがカペーロ監督ですが、さあ AC ミランもこれに負けずと反撃に転じるところ、しかしここでファールがあったようです。小谷さんは、はい、だいぶヨーロッパではね、いろんなチームをご覧になってますけれども、はは、特に AC ミランに対する思いというのは。そうですね、やはり、まあ、僕も AC ミランのこのサンシロスタジアムで何回か試合見てますけれども、はい、まあ、80年代後半から最近までも王者の風格というんですか、それをずっと維持してきているチームとして非常に、クラブチームとして、ね、尊敬に値するチームだと思うんですけれども、はい、まあ、その私番組の最初に点が取れるかというのを早速ですね、取りましたね、破ってくれて、まあ、はい、エスパルスいいんじゃないかという感じがしますけどね。そうですよね、こうなるともう勝ちに行ってほしいですね。そうですね、はい、しかし、まあ、勝ちに行くといっても尾崎さん、ね、ここでまあ1点で終わるというのでは、エスパルスも、まあ、今後のこともありますし、もっともう本当に挑戦的に行ってもらいたいですね。エスパルスはですね、立ち上がり開始10分ですね、はい、一番その点が取れる可能性が高い時に取りましたね。あ、なるほどね、いい時間帯に取りました。ドリブル抜いていった、ここでオフサイドのフラッグが上がっています。主審が見ました。今日の主審は布施直司さんです。さっと向こうサイドのオフサイドの旗が上がりました。こちらは宮本正勝監督です。とにかく単独チームとしてこのヨーロッパの強豪と戦えるなんていうのは覚醒の感がありますよ、そんな話をしていました宮本監督。ある意味ではヨーロッパ2位のクラブですからね。そうですよね、はい、さあ4番のアルベルティーニ、向こうサイドにボールが出ました。フリーでボールを持てるか、ちょっとボールが長すぎました。追いかけていたのは9番のエラーニオです。このエラーニオは先頃代表に選ばれた選手だそうです。それから今日は2トップでフットレ10番、11番ベンティーニ、この2人が入っています AC ミランですが、フットレはポルトガル代表の選手ですね。そうですね、マルセイユフランスにいて、それからこのセリエ A でも活躍をして
本当にまだ入団ほやほやという選手なんですかね。今レンティームですね。レンティームです、はい、非常に速い選手、はい、11番がレンティーム。クロスが出る、ね、さあこれをきちっと足元で止める。エラーニオ1対1でマークしていますが、10番の田島、この田島をかわしてセンタリングというところ、田島の足に当たってコーナーキックです。試合としてはですね、はい、立ち上がりエスパルスが先制点を取ったことで風面白くなりましたね。そうですね、AC ミランが点を取る展開になりました。そうですね、取りに来てるという感じですね。はい、はい、とりあえずは、はい、畑田監督もですね、ディフェンダーのナーバーに上回っていいという指示を出してますね。あ、そうなんですか、はい、はい、3番のナーバー左サイドバック、ジアスですね。ジアスですね、はい、ジアスみたいな形です。さあどうするか、ディフェンダーがついていく、おっ、抜けたエリアに入った、そのまま行くのか、これはホイッスルありません、ホイッスルありません。おっ、ちょっとエキサイトしているジアス、ちょっとユニフォームを着てエキサイトしました。引っかかった感じはありましたけども、そうですね、ちょっとですね、大げさに倒れたんで、はい、バレージがちょっと遅れました。あ、なるほどね、今のはバレージですね。あ、抜けましたね。また非常に攻守の切り替えが早くなっています。シュートチャンスがあると、レンティニ、ディッカーニオですね。ディカーニオですか、はい、ディカーニオは7番、はい、この選手です。今縦パスがいいのが抜けましたね。はい、ロックポディッグの応援のカバーしました。はい、ボールに行ってます。 PK じゃありませんね。非常に微妙なところですが、ボールに行きました。大江抜引きを救いました。1対0とエスパルスがリードしています。この大きなサイドチェンジも AC ミランの特徴です。はい、これがレンティーニ、ボールをカットしました。吉田、それから今日はベンチの方にマッサーロ選手がね、入っておりまして、清水エスパルスの入団が決まっておりますが、これもまたその清水エスパルスにとっては大きな大きな出来事になります。はい、J リーグにとっても楽しみなことですね。そうですね、リードその選挙を見つめている、グレーのジャージを着ているのがマッサーロ選手、ダニエレ・マッサーロ。ちょっと、怪我がありまして今日の試合には出場しておりませんが、尾崎さん、ヨーロッパではこういうふうに移籍した選手のチーム、はい、相手と試合をするというのは、日常茶飯事というよくあることだそうですね。移籍した選手がですね、その移籍先のチームと元いたチームがですね、今日のエスパルス対 AC ミランのようにですね、はい、マッサーロ選手がその移ったと、こういうゲームカードを組むことがよくありますね。なるほどね、一つの区切りといいますか、セレモニーという感じなんでしょうかね。そうですね。さあここは落ち着いています、ディフェンス陣。あ、バレージよく見せますね。世界一のディフェンス力を誇りますこの AC ミラン。7番ディカーニオのパスは繋がりません。カットしました長橋。7番ディカーニオ、ツートップでその下に9番のエラーニオと7番のディカーニオ、そしてダブルボランチというような格好でアルベルティーニとデサイ。このダブルボランチはいいですね、はい、アルベルティーニとデサイですね、はい、非常にいいボランチです。早いタイミングで相手の、動きをチェックしてボールを奪って一気にカウンターですね、はい、ディアス中盤での競り合い、ちょっと後ろから引っかけましたね。ちょっと引っかけました、ちょっとアラフレがありました。長谷川は取れましたがすぐに起き上がります。今シーズンは長谷川もストライカー宣言をしておりますので、今日あたり一つ J リーグ後半に向けての祝砲を自ら上げてもらいたいところですが、楽しみですね。トニーニがまず点を挙げました。1対0エスパルスリード、右サイド長橋が開いている、そこにゴールか、プレーオンプレーオン、はい、さあ中に入れたバレージ、ミューラーやっとしからのパスですね、はい、非常にいいスルーパスでした。さあまだ粘っているがレンティーニが戻っています。単純にカットはしません。ボールが生きています。これはデサイ、デサイはですね、プレイングスタンスが非常に広いんですね。あはと言いますと、前が広いと言いますか、ですから懐が深いわけですね。なるほどね、なかなかボールが取りにくいです。そうですか、はい、これはオフサイドですね。はい、オフサイドがありました。こちらがカッペロ監督、カペロ監督ですね、はい、イタリア語なかなか発音が難しいんですが、はい、カペロ監督、就任して3連覇を成し遂げましたこの AC ミランのカペーロ監督ですが、今年はその、夢がといいますか4連覇の夢が崩されまして、はい、非常にこう選手も悔しい思いをしているわけですよね。厳しい状況になりましたね。そうですね、
お、これもいい、これも左サイド、はい、ベンティーニにいいボールが出ました。長橋懸命に外に出しました。渡辺さん、はい、そのパペト監督なんですが、やはりあの時々スルーパスを通されますんでね、マークをもっとしっかりしろという声を出してますね。あ、そうですか、はい、はい、もう一度タッチを割っています。攻め込んでいるのが AC ミラン。なんとか1点を取って、とりあえず同点にしておこうという AC ミラン。しかしエスパルスの方もなかなかここまでは1点を取って集中してプレーをしているんじゃないでしょうか、はい、体のキレはいいですね、はい、エスパルスよく出来上がってます。そうですね、さあここからチャンスが生まれるか。いや素晴らしいですね、今のは素晴らしいですね。J リーグのですね、はい、第16節でしたっけ、はい、素晴らしいアントラーズ戦でプレーを見せたけど、それをそのまま引きずってますよね。そうですね、はい、いい感じです。さあ2本目のコーナーキックになりました。はしかし AC ミランのチャンス、まだつながっています。軽く浮かしてボールオーバーヘッド、素晴らしいシュートが決まった。1対1、すごいシュートです。すごいですね、いやーびっくりしましたね。もう一度ご覧いただきましょう。11番がここで今立って、はい、今のところ消えているという状態なんですが、ここです、ここです、ベンティーニのジャンプ、いやすごいですね、はい、体もちょっと唖然としてしまった、そんな感じのゴールです。ゴールキーパー動きませんよ。こういうな、そのオーバーヘッドキックがこんなに見事に決まるもんですかね、はいはい、特にボレーシュートというのはゴールキーパー反応しにくいんですよね。ましてこのオーバーヘッドキックはちょっと反応できないでしょう。はい、さあ数々のヨーロッパでの試合を見ていらっしゃる小谷さん、どうですか。すごいですね、練習でですね、敵がいなくても蹴れって言われてもなかなか入らないですからね、このシュートはね、尾崎さん、はい、ですからそういう試合の中でやっぱり決めてしまうのはもうやっぱりヨーロッパ最高峰の技術ですね。はい、尾崎さん、そのベンティーニ選手というのは、交通事故にあって、はい、かなり長いことこう、戦列から離れていた選手ですね、休んでましたね、しかしその、ベンティーニを引き抜くときの移籍金がなんと30億というようなお話を聞いておりますけども、非常にその高い金額、最高額と言っていい金額で移籍してきた選手ですね、はい、それだけのものを今見せてもらいましたね、はい、1対1についに同点に追いつきました。さあ1対1の同点、得点の上では今ゲームが止まっている感じですが、終始ところを変えて攻守が入れ替わって非常にエネルギッシュなゲーム展開になっておりますが、さあエスパルスがそのディアスあたりが孤立しないように、他の選手もサポートに入るようにということなんですが、こういったプレーができるかどうか大事にしたいところ。トニーニョ、つなげるか、右サイド、長谷川健太のパス、ちょっと長すぎました、惜しいですね、はい、イメージとしては良かったんだと思うんですが、今いい感じでトニーニョが抜けてですね、はい、長谷川健太にパスを出したんですけど、ちょっと流れましたね、はい、惜しかったです。そうですね、さあストライカー宣言をしている長谷川にゴールが見られるかどうか。また右サイドパヌッチですね、はいはい、この辺りのパスですね、はい、非常にこう1点を狙って正確にボールを蹴ってきます。今のはパヌッチ、今年はこれもまたボールが抜けましたね、はい、これは通りそうです。さあどうするか、戻してシュート、浅い、ね、はい、いやいや、これは9番のエラーニョですね、今アルベルティーニからなんですけど、ね、はい、抜けましてフットレですね、はい、これは今パスを出したのフットレですね、はい、その前がアルベルティーニのパスですね、はい、ボールをインターセプトすると同時にパスをしているわけですね。なるほど、はい、もう同時にプレーをしている、はい、もう周りを見て読んでるわけですね、はい、高度な技術です、はい、あ、これはいい感じで飛び出してまいりました。田島が中に入れる、やっぱり今みたいな、はい、フィニッシュをですね、最後のラストパスとかを大事にしたいんですけどね、日本はですね、どういうところが余裕がないんでしょうか、はい、あっという間に逆襲ですが、これはバックパス、
まあ、エスパルスの方が惜しかったんですけども、左サイドからいい攻撃を組み立てますね、清水エスパルス。なるほど、はいはい。まあ、先ほど、まあ、前半立ち上がりですね、ジアスがドリブルで引っかかりましたけども、それも左サイドからでしたね。あ、そうでしたね。トニーニは今右サイドに回っていますが、こちらからも一つ攻撃を仕掛けていきたいところ。吉田、三浦、ボールをものにできるかどうかとぶつかり合いました。足と足がぶつかってヘラーニオと三浦康俊、ちょっとお互い滑ってぶつかりましたね、この場面ですけども。ちょっと三浦の足がヘラーニオの左の膝の下あたりに入ったようです。大丈夫そうですね、立ち上がりました、大丈夫です。なんとかこの世界の最高峰 AC ミランと互角の戦いをして、まあ、できれば言ってみればホームですから勝利を挙げて、17日から始まるサントリーシリーズの後半に突入したいエスパルス。まあ、前半の最後ではポンポンポンと3つ勝って非常に強力して後半に臨める。さあどうだ、このフリーキックは一旦は跳ね返されてアルベルティーニですね、はい、サイドチェンジです。ここで4番のアルベルティーニ、バレージが出てきています、はい、キャプテンのバレージ35歳になりましたが、また向こう2年間の契約を先ほど壊してそうです。これ3番の山田、いいインターセプトですね、はい、はい、いいキャストでした。前にデサイが立ち上がっておりまして、カットしたのは AC ミラン。さあ左足のシュートをかけます。もう1回エラーニオ、突っかけていくのはエラーニオ、ベンティーニ、そして左に回ってディカーニオ、2点目を狙います。 AC ミラン、ここでフリーでボールをもらった、はい、アルベルティーニ、パヌッチが出てきている、ゴール前に放り込みました。おっとシュートは先ほどと同じようにベンティーニですね、ベンティーニがヘディング、はい、ベンティーニが裏に回り込んで、倒れ込みながらのヘディングシュート、アルベルティーニがパヌッチを送りますね。そうですね、パヌッチが一回切り返して左足で裏ですね、今の場面ですが、はい、ベンティーニが入り込んできます、まあ、ほとんどダイビングヘッドですね。すごいですね。しかし真田ポジションいいですね、はい、よく抑えました。情報とも、まあ、ナイスと申し上げていいと思います、はい、AC ミラン対清水エスパルス、白熱した展開が続いておりますが、今のところ1対1同点です。中盤ちょっと下がったところでトニーニがボールを持っています。三浦に、そして左サイド、三浦康俊の配球はいいですね。そうですか、非常にいい周りを見て、いいパスを出します。はい、ディアスが来ました。横に走るディアス、周りを見ます。中に、おっとちょっと長すぎました。キーパーユルコが掴んでいます。狙いはいいですね、はい、3人の選手がエスパルス前に出てましたね。今のもやはり裏を狙っているんですね、はい、裏を狙ってました。中盤をゆっくり繋いでいます。AC ミラン、ここは前に行くと見せて、まあ、詰まってた時はやり直しですね。これでサイドチェンジです、はい。まあ、今のパス一つにしても、はい、まあ、何気なくしてますが、バレージ本当にこう正確無比、そういったボールを出します。リカーニが追いかけています。必ずこういう風にサポートが入ります。左足のセンタリングか、今のはどういう風な狙いだったんでしょうか。うん、センタリングだと思うんですけどもね、はい、そうするとちょっとこう狙いが、はい、ちょっと中に、ね、違ったんでしょうね、はい、立ち上がって腕組みをしているこちらカペッロ監督です。非常にこう精神面を強調している監督だというふうに聞いています。渡辺さん、はい、そのカペロさんがさっき面白いこと言ったんですけど、はい、あの真田選手のことをですね、相手のキーパーはブラジル人で、結構うまいからですね、もっとシュートは強く打たないといかんぞという、それは指示を出して。冗談なんですか。いや、あの勘違いしているようですね。そうですか、真田のことをブラジルのゴールキーパーだと思ってみたんですよ。ということは相当にうまいぞと。そうですね、そういうことをおっしゃったんですね、はい、なるほど。さあまた抜けてきました、後ろから突っかけたシュートは、バール当たったか、ゴールはあれでゴールしてません。いや、今のはパヌッチですか。いや、今のはですね、エラーニオじゃないですか。キ
9番のイナーニョですか、はい、イナーニョダイレクトシュートですかね、はい、すごいですね、ちょっと目にも止まらぬようなスピードで後方から飛び出してまいりました。9番のエラーニョのシュートだったようですが気を抜けません。エスパルス、ここですね、今パスミスになりましたけども、完全に裏走ってるわけですね。そうですね、はい、3番の山田ちょっと前にかかってましたね。このシュート今のシーンです。クロスバーですね、フットレですよね、フットレみたいですね、シュート打ったフットレですか、はい、左足で打ちましたね。これもあの真田選手が前にいたから、はい、やや意識してですね、左の隅に狙ってですね、はい、上に行ってしまいましたね、わずかに、はい、そのタペルボ監督の言葉ではありませんけれども、真田がいいのでちょっと狙いを済ましていこうというところで、やはりさすが AC ミランといえども少しこう慎重になっているところがあるのかもしれません。大健闘しているエスパルス、やや意識してますね。そうですか、はい、ゴールキーパーを意識してシュート打ってますね。なるほど、またそれはいい上がっていきます。いい抜け出しですね、吉田が上がってきました。ピアスを使った小島、いい切り返しです。さあ中に入れる、直接キーパーが抑えました。いい狙いでしたね。そうですね、はい、吉田がドリブルでスルスルっと上がってきて一旦外側の田島を使いました。なかなかいいイメージ。ある意味でその AC ミランのですね、選手のサポートといいますかカバーが早いですよね。1人がボールを持った時周りの選手の反応が早いです、はい、それもですね AC ミランのサッカーを緻密といいますか非常に効果的にしている要素の一つですね。なるほどね。さあガリからのボール、カバーといいますか動きが早いと反応が早いということですね。はい、相手の隙を見て正確にパスを出してきます。3番のナバ、メンティーニを使ってさあ切れ込んで、いいセンタリングが上がりました。ヘディングでクリアしたの大榎、もう一度ミランボール、すぐにまたセンタリング、しかし真田が出てまいりました。真田落ち着いています。拍手が沸き起こっています東京ドーム。どんなプレーがいつ飛び出すのか先ほど申し上げましたが固唾を飲んで見守っている、そんな感じの、もう3万超えましたかね小谷さん。そうですね、ほとんど1階席部分は満員ですけど、ね、そうですね、近くあるいはそれを超えてるかもしれません、はい、今ですねパスが7番の吉田からサイドチェンジのパスなんですけども、はい、外れましたね、はい、あの辺のパスを大事にしたいんですよね。そう言いますとその簡単なプレーなんですよ、それを大事にしていくっていうことが非常に重要ですね。ミランの方はそういうことはないですね、はい、無駄がないと言いますか効率的ですよね、はい、なるほどね、ですから綺麗に見えるんですね、はい、簡単そうに見えるんですね、はい、ある意味でその簡単なプレーを、まあ、大事にと言いますかね、はい、そういうことだと思うんですよね。エスパルスの宮本監督も今のパスです、はい、そういうことをおっしゃってます。とにかくさまざまな選択肢の中で一番いいものを選べる、そういう選手をたくさん作りたいんだということを話していますが、まあ、言ってみますとその基本技術ですよね、単純なパスとかトラッピングですね、それをミスらないというのがこの世界のトップクラスという言い方もできると思うんですね。なるほどね、はい、ディカーニョからボールが出ました。今日は非常にいい動きをしています7番のディカーニョ。しかしここは事なきを得て内藤、これは、ね、逆のファウルですね。そうですね、ちょっと逆のような感じがしましたが、はい、すぐにリスタートします。ミラン、さあ逆サイドへ振りました。さあ中途チャンスがある、はい、懸命に守りましたエスパルス。エスパルスバックラインもう少し押し上げたいですね、はいはい、フォワードと中盤だけではちょっときついですから、バックラインもっと押し上げたいです。これの展開はいいですね。そうですね、まあ、中盤はこのジアスが起点になっています。内藤がここまで出てきました。逆サイドへクロス、わずかにエリアに入ったところ、バックパス、何気なくこういったプレーを見せますミラン。これはジアスインターセプトですね、バレージが取りました、はい、どちらかというとその守るタイプの選手ではありませんが、今日はなんかこのジアスも本気になっているような感じがします、はい、ジアスから柔らかいボールが出た、長谷川健太ヘディングで競りましたが
相手が覆いかぶさるような格好できました。ある意味でですね、エスパルスの方はヘディングボール、要するにクロスボール、高いボールよりもですね、低いゴロのボールの方が面白いですね。やはり高いボールは AC ミランの守備陣ヘディング強いですから、なかなか勝てませんよね。なるほどね。しかしその石のタイミングを外したゴロの速いパスですね、それが通ると面白いかもしれませんね。はい、4番アルベルティーニからこのような展開が非常に目立ちます。ベルティーニシュート、東のシュート、ちょっとでもコースが空いていますと思い切ってシュートを狙っていきます。あの辺の距離からですね、シュートを打つのがこのヨーロッパのクラブの特徴ですね。強豪クラブというチームはですね、ほとんどあの辺の距離から、25メーターぐらいの距離ですね、フリーであるとシュートしますね。このぐらいのパワーといいますか、シュート力を持っています。それはあの江崎さんのいらしたブンデスリーガでも同じでしょうか。はい、ちょっとしたスキルでですね、シュートを打つと、パワーシュートといいますか、非常に強いシュートをみんな持ってますね。ですからそういうような位置でシュートを打たれる、バックラインが上がると、また逆を突かれて裏にパスを通されると、そういうプレーが出てしまうんですね。はい、ちょっと手を一回横に広げているのがディアス、こちらがベンティーニ。この辺のサイド、パス回しがですね、非常に何気ないんですけど、正確ですよね。はい、このコーナーです。ボールをもらう選手がですね、もらいたいところにいいパスが通って、でまたきちんとコントロールして次のプレーを進めると、無駄がないと言いますか、効率的ですよね。ああいったパスにも必ずこの意図があるんですね。はい、ある意味ですね、意図と心ですね。はい、非常にその相手が狙いやすいパスを出そうと、出していこうという心遣いと言いますか、そういうのもありますね。ね、さあ3本目のコーナーキックはミランです。さあ高いヘディングを持っていますが、3番のナバのヘディングシュート、わずかに外れました。渡辺さん、はい、エスパルス宮本監督なんですが、はい、ディフェンスラインの先ほどから指示をずっと続けていますけれども、長橋選手に対してですね、前に空いているときはこう果敢に上がっていけという指示を出してます。長橋ですね、日本代表もあのインターチャレンジでですね、なかなかこ の, あの 奈良橋ですね、が上がっていけないような状況があったんですけども、精神的にやっぱ同じような気持ちが今こっちの長橋選手あるみたいですね。あ、そうですか。相手が怖くて上がれないというようなところでしょうか。はい、守りもありますからね。はい、さあその辺の壁を打ち破ってこそ、初心証明のサイドバックのポジションを獲得するというシャットの条件になるんだと思いますが、一つは狙いですね。サイドバックのオーバーラップというのは年中できるわけじゃありませんから、ここっていった狙いの時にですね、一気に上がる勇気といいますかね、思い切りですね。であとはですね、非常に前のスペース見れますから、自分のポジショニングを取っていればいいわけですね。さあトニーニョ、斜めに走るトニーニョ、トニーニョよく動きますね。長い距離走ってますよ。はい、ゴール前が激しく動いています。しかしここはカットしました。ミランがカット。7番ディカーニオ、しかしまたエスパルスがボールを奪い返しました。今の守備はエスパルスいいですね。そうですね、はい、囲みましたね。3人4人と囲みましたね。はい、トリーヌが再びボールを奪い返しました。まあ、こういったところを大事にしてゴール前につなげたいところです。1対1の同点、残り時間は前半は手元の時計で2分を切りました。今長谷川健太オフサイドですけども、はい、惜しいですね。そうですね、はい、ほんのわずかですけど前に出てましたね。手をポーンと一つ叩いて OK という仕草をしました長谷川。髪も短くしまして、その戦闘意欲というのか、そういうものを天然に表している最近のこの長谷川選手です。あの意味でもっともっとトライした方がいいですね。はい、オフサイドになってもですね、もっとこうゴールへゴールへという意識持っていった方がいいですね。長谷川選手に対してはやはりあのストライカーの尾崎さんとしてはどんなことを、はい、そうですね、やはり思い切りの良さですね。迷わないということですね。とにかくシュートを打ちに行くと、はい、相手ゴールにかかると相手の裏を取るという動きですね。はい、それも繰り返し繰り返しやっていくことですね。やはりゴール前といいますか、相手の守備というのは非常にその警戒してですね、抑えようという気持ちが強いです。それを跳ね返すだけのですね、勇気と気力と忍耐強さが必要ですよね。なるほどね、忍耐強さね。繰り返し繰り返しやるということですね。はい、支配するということですね。そういうあの忍耐強さという意味では長谷川選手は十分に持ってるんじゃないかと私なんか思うんですけども、はい、さあコーナーキック
大事にしたいコーナーキック。ディアスが今日は頑張っていますが、このタックルはファールありませんか？ファールです、はい、ディアスちょっと膝をついて痛そうにしていましたが、すぐにリスタートしました。バレージか、はい、今バレージ、いい読みですね、今のところですね、いい読みです、はい、本来でしたら通ってるパスでしたね、はい、今のプレーなんかちょっとね、こうもう一回見てみたいな感じなんですが、はい、ここで前半45分が終了しました。1対1、トニーニョそしてレンティーニともにエースが決めまして、1対1の同点。後半もますます楽しみです。J リーグプレシーズンマッチ AC ミラン対清水エスパルス、後半戦に入りました。前半は1対1、エスパルス健闘しております。さあ後半エンドが入れ替わって、またどんな展開、新しいものを見せてくれるんでしょうか、両チームです。またこの両チームでメンバー変更があるかどうか、今のところまだ分かりませんが、今ですねドナドニー選手が入りました、ね、ドナドニー入りましたか、アルベルティーニが出てるんじゃないでしょうか。あとオルランド選手も入ってますね。ああそうですか、はい、それではまたその辺はまとめて後でお伝えしたいと思いますが、さあ後半戦、尾崎さん、はい、まあ、前半の戦いエスパルスはまずまずスコアの上で1対1ですし、ね、頑張ってると思いますけど、いい立ち上がりからいい試合をしましたね、はい、後半はですねやはりそのレシミランの方がかなりそのピッチを上げてくると思うんですね、うん、勝ちに来ると言いますか、はい、テンポ上げてくると思うんですね、はい、まあ、そうなった時にエスパルスの方がですねどんなような試合展開をするかと、うん、また逆にその点を取るのかということじゃないですかね。そうですね、はい、さあピッチを上げてきたその AC ミランだとすればエスパルスはどうそこに対抗するのか。さあ抜けた、抜けた、抜けた、落ち着いて決めた。右足のシュートを決めたのはエラーニオですね、はい、エラーニオです。あっという間です、後半1分です、はい、そのお話してる時でした。前半の逆取られましたね、パッパッとこうワンツーがつながって、はい、このスルーパスも見事です。こっから縦パスがいいパスが取りますね、一瞬失ってるんですけど、はい、向けてここで中をちょっとケアしたところですね、シュートをすかさず打たれましたね。いや今のはすごいですね、フットレの縦パスですね、はい、そうですね、フットレですね、フットレからエラーニオです。でシュートがですねグランダーで非常に速いシュートでしたね、はい、あれゴールキーパー非常に取りにくいんですよね。そうですね、はい、2対1、あっという間に勝ち越しましたエシミラン。さらに行きます、ライトを懸命に守る、まずはタッチに乗られました。本当に一瞬の隙です。なおエスパルスの方は山田がベンチに下がりまして平岡が入っております。左サイドバック、さあまたチャンスが生まれそうな気配です。 AC ミランの方テンポが速くなってきましたね。そうですね、はいはい、さあ縦一本裏を狙います、繋がっている、フットレです、フットレですね、先ほどラストパスを出しました。個人技もありますね。そうですね、なんか自信持ってボールを持っているそんな感じです。フットレ、これはタヌッチですが、これは狙いが外れました、ミスキックです、はい、しかし盛んに右サイド上がりを見せます、そのタヌッチ。2対1と AC ミランが1点リードを奪いました。本当に尾崎さんとその話をしている矢先ですよね、はいはい、ですからああいうところも本当にこう緻密に計算されたパスワークというのがあって、早め早めにこれはエスパルスも気がついて潰していかないと、どん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 この穴が大きくなってしまう。 AC ミランの方は4番のアルベルティーニに代わって14番ドナドリが入りましたね。そうですね、14番がドナドリですね、はいはい、それからですね、はい、1番のレンティに変えて15番のオルランド選手が入りました。はい、取りました、はい、また中央で振るですね、また AC ミランがチャンスを迎えている。インサイドからパルチをセンタリング、ヘディング向こうサイド、フリーになっている、どうだ、あーわずかに外れました。これはシュートです、シュートミスです、シュートミス、本人が一番よく知ってます。そうですね、はい、頭抱えてました。センタリングが抜けてきてプレートラップして、コースはいいんですけどね、そうですね、ちょっと巻きましたね、はい、
ジャストミットしていませんでした。フットレー指摘したばかりのこの選手、自らも一つこういう日本の大観衆の前でいいところを見せたい、移籍したばかりの選手ですから、そんな思いがあると思います。まあ張り切ってますね。そうですよね、はい。オルランド15番、ちょっといいパスですね。バレージ立てます。ここも本当に体力が繋がります。オフサイドありません。平岡が残ってます。平岡いい判断で飛び出しましたね、はい、いい状況判断です。はい、まあ、縦パスを読んでましたね。なるほど、今オフサイドかかりませんでした。平岡がいましたので、しかしそこは真田がしっかりと読んで抑えました。渡辺さん、はい、ベンチにいるミラノのマサロ選手にエスパルスの印象を聞いてみたんですけども、はい、ここには非常にみんな高い能力を持った選手でいいチームだよと一言言ってくれたみたいですよ。はい、はい、左サイドを突破していこうというミランですが、AC ミランの方はですね、はい、積極的になってますね。今のボールの追い方を見てもですね、かなりこの前に出してますね。なるほど、まあ、アジアツアーの一環としてこの日本を訪れている AC ミラン、中国で2試合、まあ、それも広東省とか、まあ、小単位のかなり強豪チームと戦って4対0、4対1というような、まあ、かなりこう大差で勝ってきている。その一つの狙いというのは、まあ、アジアに対してその AC ミラン、まあ、人気も出てきているけども本当のその姿を見てもらいたいんだと、そんなことを話しておりましたが、まあ、そういった意味では、まあ、AC ミランというチームは、まあ、諸外国のチームいろいろありますけれども、いわゆるそのお客様という感じではなくて、やはり自分たちのチームを、まあ、タイトルを逃したそのチームがですね、またさらに伸びていくんだと、1位を狙うんだと、そういう一環で来ていると、そういう印象を受けますけどね。はい、はい、まあ、そのようなプレーぶりですよね。はい、ですから、まあ、手綱を緩めることはしないんじゃないかと思います。渡辺さん、はい、この日本の今スタジアムに来ているファンの中にもですね、AC ミランの赤と黒のデジマルユニフォームを着たファンがいっぱいいるんですよね。そうですね、はい、日本でも人気ありますね。そうですね、はい、憧れの的になってます。まあ、バルセロナとかマンチェスター・ユナイテッドとか世界中にファンのいるヨーロッパのビッグクラブあるんですけども、まあ、早く J リーグからもね、はい、そういうチームが育ってきてほしいですね。本当ですね、本当に今イタリアのサッカー市場というのは、まあ、ブラジルにも人材はたくさんいますけれども、そのミランを中心とするイタリアのサッカー市場というのは、まあ、金銭面でもね、はい、そうですけれども、とにかくサッカーマンの憧れなんですよね。レベル的にも高いですよね。はい、まあ、また縦パスが1本出ました。オンプレー、ダリッシュート、サダ、素晴らしいゴールですね。ドナドリですか今、はい、ドナドリがもう見事なスルーで抜けてきたんですけども、はい、体本当に強いですね、縦は。そうですね、見事な自信持ってきた感じですよね。これでカペロ監督、サダダが欲しいっていうふうに言いませんかね。そうですね、おっと、このまま乗っていった、出た、また出た、サダダ、大きなデサイが押し寄せてきたという感じですが、サダダ、まあ、勇気を持って飛び出しました。デサイ混んでる中をですね、デサイ割り込んできましたね。ここは勇気のあるプレーです。デサイエラニョックシュート、何度となくシュートを構成をかけていますが、なかなかゴールを打てません。渡辺さん、ここで AC ミランメンバーチェンジです、はい。7番ディカオニーに代わりましてですね、ディオニージが入りますね。はい、このディオニージもレッジアーナにそうですね、それでカペロ監督ですね、行く前にお前とこ走れと、はい、走らないと連れて帰らないとという指示をして、日本に居残りですか。そうですね、ストッキングがだらしなくですね降りてたんで、はい、お前ユニフォームぐらいちゃんとしろということで口調で喋ってました。そうですか、はい、そうするとなんかその口調から行くとちょっとこう苛立っているというか、そうですね、もうちょっと頑張れというような限界にそんな感じがしますね。非常に不満を持ってこの戦況を見つめてますか。そうですか、はい、はい、まあ、18番のディオニージですね、はい、まだ21歳ですから若いですから ね、かなりこういろいろ厳しく言われてるみたいですね、はい。さあ、そのディオニージはどんなプレーを見せますか。とにかく走れと言われた、その、はい、若い選手です。前線で動けということでしょうね、はい。
った。これは足が上がりました。ね、はい、10番の手島です。はい、続いてエスパルスのメンバーチェンジですね。はい、向こう島ですか。向こう島選手が。ドニーノですか。はい、ドニーノで決めてですか。ドニーノに変えますか。ちょっと消せないメンバーチェンジです。向こう島選手の投入はいいんですが、どっか具合が悪いんですかね。そうです。ドニーノの、まあ、体調もしくは怪我か。あるいはその活動量を増やすかと、いったようなこともあるかもしれませんね。はい、まあ、従来こういう風な交代というのは見られません。15番の向こう島入りました。その向こう島ですね。胸でトラップ。しかしあっという間にこう3人4人を囲んでいる、そういう状態になります。4人ぐらい囲まれますと向こう島選手あたりがちょっと見えない状態になりますけど。はい、しかし、ね、頑張ってほしいですね。そうですね、はい、何か久しぶりにその勇姿を見るような感じがします。その向こう島、それは使われました。ボールを払われました。アネッチ、アネッチからあった。これはタイミングが合いません。やはりこの辺りでしょうかね。はい、フットレとのコンビ、ほとんどこういうものは練習まだしてないと思いますので合いませんでした。まあ、しかしお互いその時間が経てばですね、はい、あの味方の動き分かりますので、そんなに不安ではないですね。はい、ディアス粘ります。粘ってボールを配球します。大江のサイドチェンジです。はい、これはまあ得意の、はい、いいサイドパスですね。はい、ロングパスは得意です。あの縦パスもう少し大事にしたいですね。そうですね、中選手。そうですね、あの辺で繋がるのとですね、繋がらないのではちょっと違うんですよね。ちょっとというか大きく違うんですね。はい、はい、アヌッチが相変わらず出てまいります。右サイドで左右を使う。これが本当に測ったように、ね、非常に速いんで、はい、このあたりピシッと足元で止めるとチャンスになります。メンバーチェンジまた、はい、あります。AC ミラン、エラーニョに変えましてですね、16番のソルドが入りますね。ジャンルカ・ソルド、25歳の選手です。AC ミラン、どんどん選手を使ってますね。そうですね。さあ、時間の方が25分で、残りが20分というところ。少し AC ミランの方が疲れが見えているかなという状況の中でリードはしていますが、エスパルスまだまだチャンスがありそうです。今日は張り切っているジアス。内藤が絡んできています。さあ、このパスが通るか、流し出ました。ちょっと大きかったですね。ラインは決まりました。そうですね、わずかに大きかった。渡辺さん、はい、本日の入場者数が発表されました。3万415人ということで、本当にぴったり3万人でしたね。あ、そうですか。はい、はい、よく入りました。なんか数えたみたいに当たりましたね。3万人。やはりその AC ミラーを見たいと、まあ、もちろんそのエスパルスの調子を見たいということでしょうけども。そうですね、たくさん集まりましたね。まあ、両方のファンがいると思いますが、はい、今画面向かって右側の3階スタンドでは、まあ、相変わらずのそのエスパルスの激しい声高の演奏を交えたこの応援が繰り広げられております。田口早いですね。早いですね。先ほど回ったばかりのもの、おっ、抜けていったシュート、これは決まった。フットレーシュート、左足。これはフットレー、ナイスゴールですね。ナイスゴールです、はい、3点目がミランに入りました。あのボールがスローになってから非常に速かったですね。で、縦パスを送って、このパスが非常に、まあ、微妙と言いますかね、このワントラップ、はいはい、この後のボディバランス崩したんですけども、素晴らしい、速かったですね。反応はしてますがね、はい、今のルートから出ましたね。今のボディバランスは本当超人的ですよね、はい、ここですね、ここですね、体勢を立て直すのが非常に速かったです。真田選手もブロックをしたんですが、そのまま吸い込まれていきました。致し方なしというところでしょうかね。これはしょうがないでしょうね。これはフットレのゴールを褒めるべきでしょうね。はい、そう思います。これでもか、これでもかと AC ミランがもうシュートに次ぐシュートでありました。ことごとく防いでまいりました。その真田、その牙城をやはりこのパワーでねじ伏せて破ったと、そんな感じの今のフットレのゴールです。その前に、はいはい、フットレにしますとね、このカペロ監督から点を取れと言われてるわけですから、まあ役割を果たしたと言ったらそこじゃないですかね、うん、何かそのあたりのこう、まあ、統一してる、
という感じがしますね、はい、プロの意識でしょうね、ご覧のように厳しい表情で戦況を見つめています。3点を取ってももちろんその表情は緩むことはありません。チームが勝ってもですね、フォワードの選手が点を取らないと役割を果たしてないというふうに取られることもありますからね。なるほど、必死なわけですね、ある意味で。そういうことでしょうね、はい、さあ3対1でまたそこからのところにボールが出た。さあ追い込みになりそうですが、どうだ、もう1点取るか。これは大江抜きですか、ね、大江抜きがブロックですね、はい、いいブロックですね、よく帰りました。本当に懸命についてきましたね。決定的な場面ですけどもね、はい、この画面に映ってきてません。ここでやっと間に合って、はい、完全に勝利しましたね、はいはい。さあフィオレンティーナ戦でも非常にいい守りを見せました。大江抜き、ここはコーナーキック防ぎます。三浦康俊タッチを割っています。3対1 AC ミラン、じわじわっとその底力を見せつけておりますけれども、エスパルスも集中力を切らすことなくここまで頑張っています。エスパルスの方はですね、フィジカルというかコンディションは非常にいいですね、はい、後半のここまで来てもですね、ほとんど変わらずその動き、体のキレがあります。そうすると点差には関係なくね、まだチャンスはあるということですね。チャンスを作ってものにしてもらいたいですね。うわっと、これは投げのシュート、オンランド真田よく反応しましたね、はい、真田しかしタイムプレーの連続ですね。もう3点では済まなかったところですよね、はい、パンルッチ上がっています。センタリングをかける、わずかにカーブがかかりましたがラインを割っています。やりましたか。割ってますね、はい、タヌッチの表情を見ると、あの角度から割るはずがないというような顔でしたけどね、それだけカーブがかかったんでしょうか、それにしても次から次からこうシュートを放つ選手が出てきます、まあ、ある意味でですね、ここでゴールキーパーの裏にセンタリング出してですね、まあ、これさっきのあれですけどもボレーシュートですね、はい、体のファインプレー。パヌッチのセンタリングですね、ゴールキーパーの裏にこう落とすようなボールなんですね、はい、高いクロスで、あれが一つの狙いどころですね。これも繋がりそうです。フットレゴールを決めた。フットレ細かいパスが繋がっていますが、平岡クリア、パヌッチ左足のシュート、これは触ってた、ゴールです。ゴールキックです。触れてませんね。左足で矢のようなもうボール1個分ポストを外れましたけど、すごいシュートでしたね。やはりあのグラウンドで見てるとそのスピード感ってだいぶ違うでしょうね。特にですね、あのシュートと背後から今私見ましたけども、そのボールの弾道の速さ、はい、これやっぱ違いますね、日本人選手とは、はい、まあ、先ほどから何遍も言ってますが、その長谷川健太選手あたりはそれに負けないぐらいのパワーを持ってるんでね、はい、ぜひ見たいところなんですけどね、はい、特に右足ではいいシュート持ってますよね。そうですね、現役時代は右足の強力なシュートで鳴らしましたけど、はい、そうですよね。タヌッチが上がってますね、右サイド。そうですね、盛んに上がってますね、はい、先ほどもタヌッチ の, そのセンタリングがありましたが、これがタヌッチ、フットで1点戻って、なんかまた動きが良くなってきた感じです。で、サイドタヌッチが全くこれ空いてます、はい、展開が速くなりました。ドラドニゴールを向いていますが、またサイドを変えます。タヌッチどうする、上げる、また出た、先ほどのラインもありましたが今度はまた出てしまいました。現在後半の31分というところ、 AC ミラン対清水エスパルス3対1と AC ミランが底力を発揮してリードしております。エスパルスはですね、はい、やはり後半残り15分ぐらいといったところでもう一回チャンスを作ってですね、ゴールを取ってもらいたいですね。本当ですね、はいはい、それを大いに期待したいところです。トニーに押下げて向島を入れました、宮本監督、まあ、いわゆるこれは親善試合ですから、この点差でどうのこうのという話ではありません、はい、非常にいい組み立てできてます、そうなんですよね、はいはい、やはりその力といえば AC ミランがもう何枚も格が上なわけですから、ただ AC ミランということだけでなく、はい、もうそういうことは関係なくエスパルスがいい仕事をしているということで、はい、そのチームとしてもですね、どのぐらい AC ミランに対してできるかということとですね、個人として AC ミランの選手を相手にしてどのぐらいのプレーが通用したかということを図ってですね、今後のプレーの、まあ、練習といいますかね、上達の糧にしてもらいたいということもありますよね、はい、そうですね。そういう意味では残り15分を切ってますが、この
間での得点があれば大きな自信になると思います。なんとか残り時間全力でぶつかってもらいたい。相変わらずパウチが飛び出している。さあどうする、これちょっと難しい前になった、これはオルランドじゃないですか、ね、はい、これはね、真田出れないですね、はい、そうですね、もうヘディングでこぼれてですね、はい、もうハイエナのごとく、はい、いやいや早かったですから ね、 ね、そうですね、パルチがこう狙ってるんですよね、それで頭で落として、ここに入り込んで早いんですよね。18番のディオニージですね。ディオニージ失礼しました、変わったディオニージ、全くこう体が地面と水平のような状態でダイビングヘッドで合わせていきました。これで彼も連れて帰ってもらえるでしょう。あ、そうですね、はい、はい、よく走れと言われた選手ですね。4点目が入りました。走るだけではなくてね、はい、点まで決めました。しかし渡辺さん、私これも J リーグ効果だと思うんですけど、はい、尾崎さんの時代はですね、こういった世界の強豪クラブとはですね、日本代表が通常やってたんですね。そうですね。しかし J リーグできてからですね、こういうクラブチームレベルで強豪チームに対戦できるっていうのは本当にいい勉強してるんでね、はい、本当一発入れてやろうっていう選手出てきてほしいですね。本当ですね、はい、また通るか、また1対1になったぞ、どこか、またどこか、また取った、真田頑張る、真田いいですね、はい、落ち着いてますね、はい、非常によく見てます、はい、AC ミランベンチからですね、拍手が出ました、今のそうですか、はい、しかしそれも余裕ですけどね。いや、しかしナイスセーブを連発します、真田、チャンスは作れません。エスパルス点差は開いて現在4対1です。エスパルスの1点は前半いきなりトニーのゴールが決まりました。ここからのプレーですね、はい、中盤センターラインからですね、AC ミランドの攻撃が非常にそのゆっくりしたテンポから急にスピードが上がるんですね。そうなんですよね、はい、それで裏を取ってそこからの攻撃、センターリングもしくはパス、ドリブルでゴールまで行くというような感じですね、はい、いわゆる、まあ、相手をこう、 うまく騙すといいますかね、はい、そのペースを合わせているとあっという間にもペースが変わってしまっていると、はい、ある意味その緩急の変化で相手守備陣を突破していくと、はい、いったようなポイントですね。この時間帯に来るとそのドリブルで動かないでスルーパスを通して崩すという感じが多いですね。そうですね、はい、もう8割方そんな感じですよね、まあ、それがしかし通ってしまうからすごいですね、はいはい、それだけパスの精度も高いということになります。ちょっと今デザインが倒れてますが、からのドナドリが走っています、はい、スペースを作ってドナドリがボールを受けるそうですね。今右サイドの誰も選手は走ってません。ミラン、このオルランドでしょ、オルランドとドナドリ、オルランドちょっと持ちすぎですね。そうですか、はい、張り切りすぎかもしれませんね。張り切りすぎですか、はい、まあ、久々に向島がボールを持ちました。はい、非常に俊敏な動きを見せます、その向島、はい、なんとかその技を AC ミランを前に見せてもらいたいところですが、7番の吉田スルーパス通って、さあ囲まれました、なかなかキープできません。ここからの1本のパスです。フットレですね、はい、またフットレです。左利きですね、左利きのドリブルが前です。相手をまたいで、はい、さあどうするか、家に入って、あっとこれは飛んで合わせた、シュートは、シュートが浮きましたね、ちょっと浮いてしまいましたが、はい、最後は、はい、16番決めました。いや、16番のソルドですね。ソルドですか、はい、しかし今のフットレの、 突破から、はい、ピンポイントですよね。すごいですね、ボディバランスがいいですね、はい、はい、この選手はおそらく来シーズン相当活躍しますね。ミランの中心となって攻撃の、はい、はい、ゴールはなりませんでしたが、なかなかやはり恐ろしいそんな感じの、ものを見せてまいりました、うん、ユースでものすごい活躍してですね、はい、フットレという選手は、はい、世界中のクラブがもう狙ってた選手ですからね。そうですか、はい、しかしそういった選手をもう軒並み連れてきてしまうあたりがその AC ミランの力であり魅力でありというところなんでしょうけどね、はい、エスパルスの方は佐藤幸彦選手が入りましたね。三浦に代わって佐藤です。佐藤幸彦選手に代わりました。今度ですね、AC ミラン、はい、マルディーニ選手がいよいよ登場しますよ、はいはい、そうですか、これはほとんどファンサービスじゃないかと思うんですけど、ね、なるほどね、はい、
カノッチ、またあのゴールキーパーの裏を狙ってますね、はい、高いクロスで裏を狙ってました。再三このような形が見られますが、またライン割ってゴールキックと変わっています。マルディーニ出るか。出ますね。ああ本当ですね。その小谷さんすぐ横にいますが、先ほどのですね、ビオニージ選手と違ってカプロ監督何も指示しません。何もしない、はい、なるほど。ニコッと笑って頑張れよみたいなノリですね。なるほどね。風格です。ずっといいワンツーです。カプロ選手の、はい、長谷川ですね。しかし残り時間があまりもうありませんから、早くもし、ですね、出るんでしたらまたちょっと座ってしまいます。また1対1の勝利です。16番トルーですね。トルーだ。これはですね、変わった選手が次から次から、はい、フットレのパス、ここで受けてこの時にトルーが縦走ってるんですね。誰もエスパルスのバックにこの裏でついてませんでしたね、でそのすぐさまシュートです、はい、この右足のシュート良かったですね、はい、同サイドに非常に速い振りでゴールキーパーの反応をかわしてシュートですね、はい。こうベンチのそばで見てますとですね、そのやっぱ後ろから背後から上がってくる選手のスピードというかもうすごいですね。これは J リーグになかなか見られないプレーです。はい、まあ、この時間帯になってですからね。またその迷わずに上がってる選手にその通りにパスが来ますからね、はいはい、一つですね、はい、ここまで見ててAC ミランとエスパルスの違いの一つにですね、AC ミランの攻撃はとにかくゴールへゴールへ行ってるわけですね、はい、しかしエスパルスの方はですね、どちらかというとその展開に非常に手間をかけていると、はい、ゴールに直結している攻撃か、もしくはその中盤の作り、それからその前の展開ですね、それに手間をかけるか、この違いがややあるような感じがするんですね。なかなか難しいところですけどね、はい、AC ミランの方はですね、はい、ゴールに直結したその攻撃を仕掛けているとそういうような感じしますね。ただややもするとあまりゴールゴールというふうにすると、はい、こう密集地帯を抜けていかなければいけないということで、はい、まあ、逆効果というのも、はい、まあ、あるにはあるわけですね、はい、その辺が意識の中にですね、非常にそういうものがあるような感じしますね。そうですね、はい、とにかくゴールを奪うための最短のことをしていくんだと、うん、はい、いうような感じですね、はい、これデファインだ、まあ、これは自分の一つゴールを決めてやろうという、はい、そういった、まあ、ファンサービスというのか、まあ、デファインもさあ俺もという感じでしたね。ここで AC ミラン、いよいよマルディーニ登場ですね。そうですね。フットレに変わります。フットレに変わります。はい、フットレお役御免ですね。移籍したばかりのこのフットレ。もう満点の出来でしょう。そうですよね。カペロ監督から言えば、はい、アシスト回り、ゴール回りというところで、フットレが下がって、いよいよマルディーニが出てまいりました。このマルディーニ選手は、まあ、尾崎さん、はい、世界一の、はい、これもう文句なしに世界一のサイドバックと言われてますね。大きな拍手、お客さんもよく知ってます。人気もありますね、はい、また細かくパスがつながっている。ちょっとループをかけたようなシュートです。その、はいはい、マルディーニの今シュートがこれワンツーのところですね、はい、ワンタイミングずらして、はい、パヌッチへ、まあ、右足でカーブかけて狙いましたけどね。残り時間もないというところでファンサービスもあってこのマルディーニ入れたんですが、その世界一と言われるゆえんというのはどういうところにあるんですか。一つはですね、技術、戦術、体力、それからまあ試合の経験ですね、ありとあらゆる要素を揃えていると、いうことが言えると思うんですね。でなぜそのマルディーニがいいかと言いますと、はい、それプラスアルファの要素を試合で出すんですね、うん、要するに試合を変えると言いますか、流れを変えると言いますか、非常にその影響力のあるプレーをしますね。それがですね、やはりその世界のトップクラスの中でも通用していくといったような素晴らしい選手ですね。それがやはりマルディーニが世界一のサイドバックと言われることじゃないかと思います。なるほど、パヌッチが出た。これは真田が抑えました。ですからアントラーズに言いますと、ジョルジーニョと、はい、左サイドではやはりこのマルディーニ、はい、世界ナンバーワンとナンバーツーということになると、そういう、シュートは直接ボールを奪うことはできませんでした。今もマルディーニよく見てました ね、 ちょっとこれは守る一本になってまいりました、はい、エスパルス、まあ、左のサイドバック世界一といえばこのマルディーニ、はい、で右のサイドバック世界一といえばですね、アントラーズのジョルジーノですね。なるほど。それからマルディーニのすごいところは、
ワールドカップでですね、去年も、はい、バレーで抜けたとセンターバックとして入ったときにそれでも十分ね、プレーするというところはやっぱり能力の高さですよね。はい、まあ、ジョルジーニョのアントラーズにあって、あの、まあ、サイドバックというよりかですね、もうオールコートというような感じでね、はい、活躍してますが、それを見ても能力の高さが分かります。まあ、前に出てってもやれるということですね。はい、しかしそれだけの選手がこんな位置にいるなんて、なんて私の思ってしまいますけどね。そこがミランのミランだと言うんでしょう、そうでしょうね。そうした技術のその戦術の一端を残り時間で見せてもらうことができるかどうか。マルディーニ、マルディーニですね。はい、さあ中をちらっと伺って、これは相手のプレゼントパスになってしまいました。ちょっと土を蹴ってしまいました。あ、そうですか。さあエスタルスに最後のチャンスがあるかどうか。ほとんど残り時間はなくなってきました。現在5対1です。さあどうだ、これをなんとか戻したい。あ、出てしまった。惜しいですね。なんとか見逃してほしかったような感じですけど、繋がればですね、はい、向島対マルディーニという対決でしたね。はい、わずかにラインを割りました。手元の時計では45分半を指しております。現在5対1と大きく AC ミランがリードしています。エスパルスプレッシャーに行ってもらいたいですね。はい、なんとかこれボールをカットしてもらいたい。つなぎます。バレージからガリエ、そして今日盛んにオーバーラップを見せましたタヌキ、ドラゴン、そしてはオランドですね。オランドですね。これ追っかけた方がいいですね。そうですね、はい、もうなんかもう時間ないですけど、はい、もうとにかく追った方がいいですね。バレージ一本のパス、見事に通った。そうですね、入る。そしてキープしてシュートチャンスができそうです。まだ抜いていく、まだ抜いていく、奪われません。左足シュート、あとカペロ監督、はいはい、怒ってますね今のは、はい、何やってるんだと、はい、ちょっと遊びすぎというようなことなんですか。どういうことなんですか。やはりそのシュートまで行きませんでしたから、ね、実績的な場面までなりながら、はい、何をしたんだと、はい、何をしてるんだということですよね。厳しいですね、ましたね、はい、これまではもう5点差が、まあ、3点目ぐらいから、座っていたという話なんですが、試合終了間際にあって立ち上がりましたカペロ監督。マルディーですね。これがマルディーニ。さあどうする。ちょっと防戦一方になってまいりましたが、これチェックに行った方がいいですね。とにかく誰から、はいはい、まずボールに行くべきですね。はい、ここへ来てもこうやって手を緩めずにですね、簡単に攻めてくるあたり、エシミラは本当に本気でやってくれてますよね。そうですね、はい、しかしこういう風にやってもらった方がいいのではないかと言いたくなるところなんですけども、結局5対1、これホイッスルが鳴りました。やはりその世界最高峰のエシミランの底力、まあ、見事に見せつけまして、立ち上がりこそトニーニョの1点でリードしたエスパルスですが、その後立て続けにゴールが入りました。5対1です、はい、今ですね、試合終わってパヌッチがグラウンドに横になってましたね。ははそれだけ全力でやったと、全力でやったということですね。今これ足持ってもらってますけども、試合終わった途端ですね、グラウンドに 寝転びましたね。それだけあの、はい、このゲームに関してテンションを高く望んできた、はい、ということですね、いうことなんですね。いや素晴らしかったですね。5対1、まあ本当に形の上ではね、もう圧勝という形なんですけれども、小谷さんありがとうございました。非常に、はい、近くで見て、もう感動されたんじゃないですか。はい、もうよく言えばね、エスパルスのゴールを見たかったですね、もう1点。そうですよね。まあ、これ本当に勉強にして、J リーグ頑張ってほしいと思います。はい。はい、まあ、尾崎さんも、はい、久しぶりではないんですか。そうですね。5月に一遍、はい、はい、見られて、やはり、さすがって感じですか。まあ、いい試合を見せてもらいましたね。そうですよね。はい。最後まで頑張ったエスパルスでありますが、底力を見せました AC ミラン、5対1でこのプレシーズンマッチエスパルスを下しております。ご覧いただきましたように、 AC ミランがエスパルスを5対1で下しました。この東京ドームで行われましたオペルカップは勝利チーム AC ミラン、今キャプテンのバレージ選手にそのオペルカップが手渡されたところです。そして MVP は AC ミランのフットレ選手に決まっております。フットレ選手にはオペルジャパンから賞金30万円が贈られます。
まあ、とにかくエスパルスとしてはいい経験しましたね、尾崎さん。そうですね、まあ、言ってみますとその素晴らしい相手と試合をさせてもらいましたね。本当ですよね、まあ、本当にいい経験を積んであとは J リーグ開幕を待つばかりのエスパルスです。一つ楽しみにその J リーグの行方を見守っていきたいと思います。解説は尾崎さん、グラウンドサイド、解説は小谷大輔さんでした。